洋戦争での勝利国はどこ？追求すると、日本だが。日本はその勝者の剣、それを捨ててる。天皇独裁制、天皇により価値は決まる体制。カウンタ数値の高さ、それは天皇の認証である。というのは良くない。だから、しかしそれを拾った存在、そういうのがあり、それに、その部分だけ、世界も否定できない現実があって、現実と、カウンタ数値には大きなズレがあるわけだ。妄想より現実の方が良い、否定。今、正確な数値を算出したら、ほとんどの国が経営的にはもう、破綻しているのではないか。その混乱は怖い。そういうのもあり、迂闊に本当の数値が表に出せない。大丈夫だ、という、確かな確証も今のところ、薄い。実例を積み上げて、大丈夫。のラインを越えねばならないのだが。世界レベルの恐慌を起こす可能性との。